毎日でにのす。こんばんばは。2022年11月22日の動画日記となります。今日は、えー、っと面談ですね、えーっと。企業さんとですね、面談してきました。これで、まあ、通算転職活動を始めてから2回目の面談となります。はい、でお相手方はあのー、2人、えーっと、メインでね、話を進めてくださって 方ともう一人き、規約に,に徹している方とあとはあのー、転職サイトを使って、えー、紹介していただいたのでそちらの,あのスタッフさんというかねあのファシリテーターとして参加していただきました。はいであのー、今回の、あのー、面談した企業さんはですねも、えー、とも、まあえー、とは業務委託でね、えーとかか携われ 関わらせていただこうかなと思っていた案件だったんですけどもあのその途中で僕が、まあ、やっぱりフリーランスとしてではなくてですね正社員として1、えー、本で転職活動していくということに決めたのであの切り替えて、えー、そちらの方もあの正社員の登用として検討していただくというのも含めた面談でした。はい えっとまあ、結果はね、えー、とすぐね、えー、終わった後に、まあ、えー、とに日付変わる前に帰ってきてですね あの理由もねちゃんと、えー、添えられていてあの、まあ、残念ながら、えー、と見送りという形だったんですけどもあのすごく本当にいろいろね学びもあったし、まあ、前回先週かな、えー、本当に初っぱなの別の企業さんとの面談があったんですけども,もうダメダメで、えー、と答えられるはずのこともね全然、えー、用意が、ね、足りなくてです全然あの用意が足りないっていうのは、まあ、事前にね自分で。 これまでやってきたことの棚卸しというか言語化を、ねえー、しっかりしてなかったのもあってですねその、まあドリブで話せなかったので全然はい、えー、というのもあって本当にかなりこの1週間だいぶあの言語化に時間を割いてですね、えー、っとスプレッドシートの方に、ね、1項目1項目1項目ずつ整理してやってきたのがすごく構想、えー、してですね、えー、結構あの前回に比べればこれまでやってきた えー、業務であったりとか、えー、実務経験であったりを、まあ、しっかりあの話したいことは伝えたいことは全て話せたかなと、えー、思いました。そこであの今回のねえー、っとまあ一番のねお見送りの、まあまあ、2個ぐらいね原因をね 原因というか、あのー、お見送りの理由をね、えー、なかなかないと思うんですけども、えー、教えてくれてですねえー、っとそうですね転職サイトの方経由で教えていただいたんですけども2、えー、つですね1つはやっぱりまあどっちともそうなんですけども、ね、似たような理由なんですけども、えー、っと僕がね、えー、ずっとまあ えとメディア運営に携わってきたわけなんですけども、領域がエンタメ、えー、領域だったので、まあ、そちらが、えー、と今回、えー、と面談した企業様が、金融であったりとか、まあ、不動産か、金融や不動産投資領域のオウンドメディアの運営や、また、クライアント、えー、さんの、ね、メディア、えー、と大手の、えー、IT 企業の えー、企業様と、えー、提携して、えー、運営しているあのクライアントサイトクライアントのメディアの運営の、えー、と編集のリソースが足りなくて不足していて困っているということの募集でしたはいなのであの領域がねそもそもあの結構金融不動産 えー、投資の領域って結構専門知識というかね、えー、これまでの経験とかでその領域にあの知見がないとね厳しいということで僕の今までやってきた携わってきたメディアは、えー、本当にエンタメ領域に特化というかねしてたので。 そこの、えー、っと今回の募集との親和性というのが、ね、ちょっと懸念があるということでした。はいまあ、あと、その、ま、SEO であったりとか、えー、なんだろう、リライトの、ね、知見とかも一定ある程度は、ね、ある。 えのは分かったけどもそのやっぱり、えー、そこの不動産、えー、投資金融の、えー、知見がないとちょっと、あのー、正社員としてというかね編集業務はね現行の編集業務は厳しいんじゃないかとそういう理由で、えー、お断りをいただきましたはい、えー、で本当にでもあのそのね、えー、と評価された部分も、えー、ありましたし評価された部分っていうのはまああのー、なんだろうなメディアを ウェブメディアを立ち上げから,関わ,ら関わった経験であったりとか、あとはまあまあ最高で月間の300万 PV アクセスですね、までグロース成長させた経験であったり、そういうところはすごく高評価いただいていたようですごくあの学びになりました、はい。そこは結構、なんだろうな、もう少し具体的に話してもよかったのかなと思いましたね。本、はい、本当に、ね、本当ににだかからこのなんか 面談とかね、面接とかをね、どんどん、えー、数をこなすうちに、どん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 あの僕の中での考えもブラッシュアップされて、話もブラッシュアップされて、どんどん良くなっていくと思うので、あのちょっとね、やっぱり、えー、と先週最初に受けた面談のところはですね、えー、と結構ね、まあ、志望度が高いというか、結構かなり、ね、気になっているというか、面白そうだなと、えー、かなりそこで働いたら、えー、スキルアップ見込めるんじゃないかなっていうところだったので、えー、ちょっと失敗したかなと思ってます。はい、えー、で あとはですねえー、っとそうだなまあ結構いっぱい学びがあったんですけどもえー、っとなんだっけなあそうですねなんかえー、っとメディアの立ち上げからまあある程度の、えー、PV、えー、アクセスまで 成長を苦労させた経験、えー、これをね話すだけでなんかそのイコール SEO であったりとかね、えー、そちらの知見があるという認識になるのかなと思ったんですけども意外とまあその感触ではなくてですね、えー、その別にね SEO の、えー、と業務具体的な業務経験を、えー、聞かれたのでああなるほどなということでちょっと,、えー、と分量が多めのね記事、えー、を紹介したりとかですね し、えー、しましたそしたらね結構「あなるほど」みたいなこのこれは知見あるんですねみたいな感じであの納得してくれたので、えー、そこの時代、えー、からねそういう質問された時は質問される前にですね、えー、最初から SEO の視点から、えー、基準構成を作った、えー、事例だったりとかそこら辺を、まあ、先にね実績として話しておくのも、えー、いいのかなと思いました。はい であとはそうですね、えー、と一応自己紹介の時に4つ、えー、とこれまでやってきたことを、まあまあ、結構ちょ,っとちょっと長くなっちゃったかな、まあ、簡潔に、えー、頑張って伸びましたんですけども、まあ、ウェブメディアの立ち上げから、まあ、記事構成とかリライトとかね、えー、とライターさんへの発注とか。 執筆依頼、えー、だったりとかねあとはあの4年間の Web 制作のね受託開発であったりあとブログ、えー、自分の個人ブログの運営について、えー、狙ったキーワードでねたくさんロングテールのキーワードで、あのー、狙った通りに、えー、検索順位をね 上位を獲得することができたというね、えー、実績だったりとか、まあ、あとは、えーっと、もう本当に直近なんですけども、あの友人の紹介で、えー、結構大手のメディアさん、オンドメディアの,あのビジネスコラム系の、えー、執筆をね、まあ、5000文字ぐらいのやつを、えー、やらせていただいてるっていう、そういう経験もね、話すことができてね、すごく良、えー、かったです。はいであとそのそのの結構 そうです、ね、まあそのビジネスコラムのことについても質問頂い,いてなんか何文字程度の原稿なんですかっていう質問をいた,だいたのであそこは少しなんだろうな気になるんだなと思って次回から話す時はね最初から5000から6000文字ぐらいの、えーねえー、と文字数の原稿ですっていうのを最初から話しておこうかなと思いました、はいえー、そこに関してはねなんかその,、えーとまああの募集要項に、えー、時々ねあの記事執筆の、えー 経験があると望ましいっていう項目があるのでそこはあのーまあ、臨機応変に対応して自己紹介の時に折り交ぜていったりしたいなと思います。はい、あとはそうですねえー、っとなんかやっぱりウェブサイト制作の役割をね最初 あのマークアップエンジニアとか HTML コーダーっていう肩書きを、まあ、言わないで受託、えー、開発をしてましたって言ったんですけども、えー、その後にね Web、えー、制作の方は役割をどんな感じだったんですかっていうのを聞かれてですねそこがやっぱりだいぶ、えー、ディレクターですかっていうのを聞かれたのでやっぱそこの、まあ、編集とかディレクションの えーと経験の有無っていうのはかなりねそのなんだろうな、えー、見られてるんだなと思ってですねあのそこはやっぱりディレクションとかディレクターっていうポジションはかなり、えー、今後もねあの、まあ、どんな領域でも多分あの重宝されるスキルだと思うので、えー、とこれから、まあ、まだまだ全然本当とにほんとディレクション っていうディレクションは、多分ね、まだ、えー、正直やってないと思うんですよね。なので、あのー、これから、えー、もしね、えー、そういうところに入る、えー、入社することができたらですね、そこの、えー、経験もね、バリバリ、えー、積んでいって、経験を積んでいって、スキルアップ、スキルアップというかね、独り立ちできるようにしていきたいなと思いました。はい。えー、なので、本当にディレクションを ノーとか、ねえー、ディレクターとかの経験をですね一通りえ積むことができればね多分どこのえ会社でもですねディレクターっていうのは重宝されるんじゃないかなとスキルだと思ったのでそこ結構ね、えー、ああなるほどと思いました。はい 確かに友人でも結構ディレクションができる方はね結構その大きなね案件を複数掛け持ちしていたりとかするのも聞いているのでなるほどやっぱそういうことかということでねここで改めて実感しました。はい えそうですね、まあ、そこも含めて、ですねあとはやっぱ今回金融だったり不動産とか投資のまあ知見がなくてっていうのもまあ一つの、まあ、別の要因も多分ね、えー、言われていないのも多分あると思うんですけども、えー、あったのでやっぱあの次、えー、転職というか入社するところではまあ幅広いえ業界とかね業種に携われるあのメディアですね、えー、運営だったり編集にえ携わることができるね、えー、ところでいきたいなと思いました。はい んか一個ずつなんかえっと一個ずつ面談を通してあの自分が本当にえやりたいこととかねえ思っていることとかあのどんどん明確になっていくえそのなんかもやというかねが晴れていくというような感じがするのでちょっとどんどん引き続きあのまあ結構ねしんどいんですけども考えるのはいあの面接とか面談受けるのも結構あの大変なんですけどもどん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 ちょっと前に進んでえ一歩ずつ頑張っていきたいなと思います。はい えそうですねそんな感じですねはいで一旦ここまでで、えー、っと転職の話はいですねで2個目は ポケモンの、えー、とスカーレットですね、えー、とお話です、えー。こちらも進捗報告です。はいえー、と寝る前にですね、えー、もう疲れちゃってです、ね、ですもやっぱりリラックスしたいなと思ってポケモンね、ポ、えー、<ー>ケモンを、えー、90分くらいや、えー、りました。はいすごく えーとーね、楽しかったです息抜きになりました。やっぱ大事だなと思いましたね。はい、ずっとね、張り詰めててもしょうがない,しょうがないので、えー、今後もちょっとあの毎日を楽しく過ごすために、えー、少しずつでもいいんでポケモンで進めていきたいなと思いました。はいであのー、今回は、えー、と大きく分けると、あのー、超巨大な,、ねえー、なんかゾウさんみたいなポケモンがいるんです。その主を、ね、倒したりとか、あとはあのー、水タイプの、ねえー、漁師さんみたいな。 えー、なんんかねねおじさんです、ね、カ,ラフカラフジムリーダーのハイダイさんを、えー、倒したり、えー、ですね、えー、そんな感じで、あのー、ジムリーダーと主を倒しました、はいえー、っと巨大な主、ね、を倒した後に毎回その、まあ、5つぐらいそのヌ主をでっかいポケモンを倒すっていうダンジョンっていうかね、えー、ミッションがあってですね、えー、1つクリアするごとに えー、今回一緒に、えー、と最初の町からなんかその連れているコライドンっていうね赤いあの伝説のポケモンがいるんですけども、うん、そいつがねあのー、主を倒したっ、えー、とに洞,洞窟の奥にねあるそのなんだろうな薬草じゃないけどなんか、えー、スパイス秘伝のスパイス的なのねね、えー、使った料理をえっ、ー、となんか。 なんかよくわかんないやつが作って料理して食べさせてくれるんですね。サンドイッチみたいな感じで、はい。でそれでそれを食べることによってコライドンっていうね、えー、っとポケモンがどんどん、えー、食べるたびに、えー、一つずつ進化して進化というかなんだろうな、えー、見た目長時間はあんま変わってないんですけども、あのー、機能がね能力が上がっていくんですね。でえー、っと最初は本当に、えー、なんかジャン走じなんだろうなダッシュすることも できなかったし、確か。はい、で、あと、ジャンプね、でっかいジャンプ、こういうジャンプもできなかったし、でもね、なんか、男女をクリアすることに、だん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 できるようになっていって、で、今回ね、えっ、ー、と3、3、3つ目かな、3つ目の主を倒したんですけど、確か4つ目かな、えー、そしたらですね、かなりの進歩を遂げました、ねはいで。今までは、えっ、ー、と、B でこうすごい、滞空時間が長いジャンプができるったんですけども、さらに加えて、B を押して、ここからまた B を押すと、 カッって呼ばれているコース、まあ、こう広げて翼を広げて、こうねゆっくり飛ぶことができるようになったんですよね。だからまあ空を飛ぶのちょっとまあ簡単なバージョンというかね、ええ初歩いバージョンというかね、それがねできるようになってですね、高いところからねこう降りて、ただこれ降りていくんじゃなくて、こうゆっくりねこう空を飛んで景色も楽しみながら、えー、空を飛ぶことができると、えー、空のね。 飛行と楽しむことができるということができるようになったので、めちゃくちゃあのー、コライドン、えー、いいなと今回のシステムいいなと思います。はい。で、あとそのジムリーダーですね。水タイプのジムリーダーはですね、1回なんかその別の えーとまあ、ジムリーダーのところに行ったんですけどもあの彼がなんか急いでねあのお魚市場にですね、えー、急いで行って財布を忘れたので、えー、っとこれを届けてほしいということでねあの受付のお姉さんから財布をジムリーダーの財布を受け取ってであの急いでね結構ね砂漠を通り越してっていうねちょっと遠い町だったんですけども、えー、行ってですねで渡してそこであのミッションが今回は。 あのー、毎回ね、ジムリーダーと戦うときに、ジムテストっていうのがあって、それをクリアしないと、えー、ボスと戦えないんですね。えー、で、今回は、あのー、競売ですね、競売に、ジムリーダーからお小遣いをもらって、ですね、えー、なんか伝説というか、なんか珍しいワカメみたいのを、えー、競り落とせということでですねあの、それに競り落とすことができたら、えー、ジムテスト合格で、ジムリーダーと戦えるという、そういうミッションでした。はい で本当にあのいつも通りあり、ジムテストはめちゃくちゃ肩す、あのー、かしというかねすごく簡単な、えー、ミッションで、えー、っと1回目、2回目の、えー、競売でです何、ね、なく競り落とすことができてですねあの楽勝でした、はいであのー。ジムリーダーもねバトロもすごく、まあ、直前に捕まえた草タイプのねトロピウスっていうねこういうい結構でっかい恐竜みたいな、えー、やつがいるんですけどそいつの が体活躍したりとかね、まあ、あとはそ,のそいつがちょっとね、途中で倒れちゃったんで、その後はもう気づいたらもう50レベルまで成長していたね、エアリアルって名前を付けたあの鳥ポケモンですね、えー、ファイヤローっていうね、えーと、第3形態にまで行ったんですけども、そちらのアクロバットという飛行タイプの、ね、技でね、バ,バババーンとこう一発で KO し,たしちゃいました。な、はいえー、なんせそのの50レベルなので えー、ジムリーダーのね、えー、と相手がレベルが30ちょい過ぎなんですねなのでもう気づいたらもうかなりの差が開いていてですね普通の効果抜群ではなくてもね簡単に倒せるということになっていましたはい、えー、ということであのー、かなりちょっとえっ、ー、とー前ね、えー、僕んちで一緒にポケモンやった友達が、ね、結構もう進んで多分氷の えー、ジムリーダー倒したのかな、えー、とこまで行ってたので結構あの置いてくぼりにされたので、えー、あとはもうねクリアしてる友達もいるしなんかもうあの他に何、えー、だろう、えー、っとスカーレットとバイオレット っってていううののががあるるんですけどもそれぞれぞ出てくるポケモンがちょっと違うのかななので、そのスカーレット、オバイ,イオレットではもう集め終わったので、スカーレットの方、えー、誰かポケモン交換しませんかみたいな感じで、インスタのストーリーズで上げてる、えー、後輩とかもいて、あみんな早いなと、すごい、えー、スピードで進んでるなと思ったので、ちょっと僕もね、引き続きポケモン、えー、っとやっていきたいなと、転職活動も頑張って進めていきたいなと思います。はい、ということで、今日も、えー、見てくれてありがとうございました。